わかりづらいですが、これ拍手なんです。体が大きいのでダイナミックですね。では向かって左手、水中にいる方の手打ち、こちらは男の子で名前をキックと言います。こちらにいるキックがビーチランドで一番体が大きな動物です。挟めてあげる。そして向かって右手にいる方が、今度はあちらは女の子です。こちらは女の子で名前をさくらと言います。ビーチランドに行った時に体の色がピンク色、桜色をしていることから、さくらという名前がつきました。顔が全く顔が全然。さあ、今回は2頭いるんですが、水中にいる方のキックの食事風景を中心にご覧いただきながら、セーフティガイドを進めていこうと思います。さあ、ではまずは選手たちの体の特徴から紹介していきましょう。さあ、どうやら近くまでやってきてくれるようですので、まずは大きな前足と後ろ足に注目してみてください。さあ、今上げているところは人間でいう手に当たるところです。ところが人間とは違って変わった形をしてますね。よく見ると後ろ足も同じように平らな形をしています。このように前足と後ろ足がギレ状になっていることから、セブたちギレ足類と呼ばれています。さあ、そしてよく見るとこの前足と後ろ足、探してみてください。爪があります。わかりますか？背中が痒かったりするときは、小さな爪を使ってポリポリと器用に描いたりすることもできちゃうんですね。さあ、では前足後ろ足の紹介は終わりましたので、ここからは顔に注目していただきましょう。何を隠そう、日本の水族館の中ではイケメンの部類のセウちゃんですね。笑われてしまいましたが、さあ、イケメンである理由は後ほどご紹介するとして、他の部分を見てみましょう。人間と同じように目や鼻、口があります。口の場所はもうすぐ分かりますね。先ほどから餌を食べています。今開けましたね。鼻は少し上のあたり、今動かしているところです。これが鼻です。人間と違って目は横についてますので、人間よりも見える範囲が広いと言われています。人間は目が前についてますので、後ろの風景は見えないんですが、セイウチはあの状態でも後ろから投げてくる魚やお兄さんの体の動きが見えています。視野は約360度ぐらいあると言われているんですね。さあ、ではここからですね、皆さんにセイウチたちの耳を探していただきたいと思います。さあ、耳はどこにあるでしょうか？ちゃんとあるんです。さあ、どこかと言いますと、目の後ろにある小さな丸い穴がセイウチたちの耳です。あ、ちょっと見せてくれましたね。これです。見えますか？針でついたようなちっちゃい穴がありますが、これが耳なんです。さあ、こんなちっちゃな耳なんですが、ちゃんと周りの音や声を聞いています。さあ、本当ですかと疑われてしまう方もいらっしゃいますので、今回はその証拠をご覧いただきましょう。というわけで皆さん、耳を澄ましてみてください。さあ、何が起こっているのかというと、後ろにいるお兄さんがキックと名前を呼んだんです。さあ、ショーをご覧になった方はね、手のサインで動物たちに指示を出しているところを見たことがあるかと思いますが、セイウチは手以外にもこの声のサインを使ってるんですね。それ以外にも口の中をチェックしたいときは、あーと言えば開けてくれます。鼻といえば鼻が動きます。先ほど耳を見せてくれてましたね。後ろのお兄さんが耳といえば耳を見せてくれます。さあ、このようにちゃんと耳が聞こえているんだよというところをね、知っておいてください。さあ、ではここからも顔に注目していただこうと思いますが、先ほどギュッと押し付けていましたヒゲに注目していただこうと思います。このもじゃもじゃと生えているヒゲ、かなり硬そうですよね。さあ、触った感触、皆さんが召し上がったことのあるであろうパスタ、茹でる前のパスタに似ているなんて言われたりします。さあ、このヒゲ、いわゆるセンサーとして使っているんですね。自然界では砂の中に隠れている二枚貝やナマコなどを探すのに使っています。ビーチランドでは餌を探す必要はないんですが、ちゃんとセンサーとして使っているんですね。どんな時かと言いますと、今です。見えました？後ろから餌が飛んでくる時ですね。ヒゲでこの魚がどこにあるのかを探し出します。よーく見ると魚が飛んでいる方向にヒゲが向いているので、よーく見てみてくださいね。ここからも餌はまだまだ続いていきます。ここからはセイウチの最大の特徴でもあります、この牙に注目していただきましょう。立派な牙を2本生やしているんですが、現在長さが50センチほどあります。
かなり高いですね。さあ、この木は水中から陸上に上がる時の支えにしていたり、一年に一度やってくる恋の季節が来るとオスのセイウチはこの牙を使ってメスのセイウチにアピール。セイウチの世界ではこの牙が太ければ太いほど、長ければ長いほどメスのセイウチにモテるんです。さあ、この50センチの長さの牙を持つセイウチはですね、日本で飼育されているセイウチの中でも1個ぐらいのものです。かなり長いものですね。というわけで日本のセイウチの中ではイケメンの部類に入るんですね。この食べ方にも注目していただきたいと思います。さあ、水族館で飼育されている動物たちはもらったお魚はほとんど丸飲みにしていますが、さあ、キックも例に漏れず丸飲みにしていますが、気づきましたか？よく見るとですね、一瞬でなくなっちゃいますが、口を丸くおちょこ口にしてお魚を吸い込んで食べているんですね。さあ、こんな器用な一面を生かしまして、ここからは皆さんにキックの得意技をご覧いただこうと思います。というわけで皆さん、もう一度だけ耳を澄ましてみてください。聞こえますか？これ実は口笛を吹いています。さあ、ビーチランドには合計1万3000点くらい動物が飼育されていますが、その中でも唯一口笛をやっているのがこのキックです。さあ、それ以外にもですね、口の中に溜めた水を飛ばす水鉄砲もできちゃったりします。皆さんがね、思っているよりも威力が高いんじゃないでしょうか。さあ、こんな毎日30キロもお魚を食べていますので、かけるとすごく分かりますね。見事な三段バラをしています。さあ、皆さんには太っていると言われてしまいますが、そんなことはないです。もともと北極圏などのかなり寒いところで生活していますので、寒さから身を守るために体にたくさん脂肪を蓄える必要があったんですね。脂肪の厚さだけで15センチぐらいあると言われています。それではこれをもちまして生物ガイド終了とさせていただきます。最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。先ほども紹介しました桜の木は触ってみたい方はぜひ私のところに